少なくともあなたと私は仲な。おう。ムラノもかなり鋭い感覚を持っているが、さっきの女は桁違い。なるべく近づかない方がいい。いつかまた新一も連れてここに。どこまで来ても新一だな。新一か、母さんが警察に行って、あの化け物を。電話で父さんは確かにそう言った。化け物って言ったらお前ら以外にない。私の仲間が現れた。君がいろいろ言いたいことはわかるが、今は目の前の戦いのことを考えてくれ。化け物どもが。動きが止まった。すでに玄関前だ。母さん。違うぞ。お帰り。だって驚くだろう。こんな。新一、違うんだよ。不運な奴だ。頭を奪えずに人間の支配下にあると。母さん、隠してたことは全部話すから。いつも見るたび気になって、母さんに謝らなきゃって。新一、人間部分は即死だ。そしてお前もあと数分、頭を奪えなかった者の寿命として諦めるんだ。穴を塞ぐと同時に心臓を動かし、さらに私自身にも血液を循環させる。穴が塞がっている。右が治療。こちら桜崎病院ですが。まさか父さんが。ええ、大丈夫ですよ。父さんが旅先で怪我したらしいんだ。俺しばらく学校休む。早く。じゃあ桜崎病院ってわかるよね。はい、よく知ってます。奥さんは生きておられます。奥さんは一人でホテルに戻られているんですよ。泉さん、多分あなたは精神的なショックによって。絶対に夢では。父さん、心配かけてしまったな。母さんな、何か事故に巻き込まれたらしくて行方がわからないんだ。何かあったのかじゃないだろう。母さんが殺されたんだよ、化け物に。本当にすまん。母さんと化け物。真摯頼む、今そのことは。父さん泊いてる。ここに泊まる。浜辺の近くにホテルがあるそうだから、そこに泊まると。桜崎ホテルってそんなに遠いん。遠くないですよ。ほんの300メートルぐらいですから。新一、黙っていようかと思ったが、やはり話すことにした。重要なことだ。弱点だよ。一日のうち4時間ほどの間、私は完全に眠ってしまう。しかし今度の眠りは、そうしたアンテナまでがまるで効かなくなる。俺はもうミギーのことを敵だなんて思ってないよ。命の恩人だもんな。私のための命でもある。ミギーが深い眠りについている間は、俺がこの目で見張らなきゃならない。それに母さんを殺した奴から逃げたくない。新一、仲間だ。距離はちょうど300メートルほど。浜辺の方角だ。いいんだな、殺して。いい、よくも母さんを。動きだ。こりゃ珍しいな。てかよ、うわ、俺たちは仲間っつうわけだ。いや、僕と同じ境遇の人がいたんだね。こいつはただのパラサイトで十分。ああ、パラサイトで十分だ。僕は隣町のホテルで働いているんだ。君の言う敵が現れたらすぐに連絡するよ。君の心臓の穴を塞いだ私は君の全身に散ってしまった。ってことは脳にも。わからん、毛細血管には入り込まないと思うが。俺さ、普通の人間に見える。泉さん、時々ひどい顔してるよ。まるで涙出さないで泣いてるみたいに。君が来るまでなんとか引き止めておくよ。何言ってるんです。早く逃げて。わかった。急げ、追いつかれるぞ。これでも精一杯なんだよ。もうダメだ。起きろ右。宇田さんたちを見殺しにするのか。できるなら逃げてくれ。お前で二人目だな。脳が生き残っているやつを見たの。今片付けてやる。ひどい、声までそのままじゃないか。1秒でも早くお前を殺す。死ね。大
攻撃パターンを読んだのさ。だからてめえの触手が突き刺さる寸前に心臓と重要感の位置をずらしたのさ。夢のこと、苦しい思いとかしたのかな。いや、全てが一瞬のことだったからな。そう、てめえカナとやったのか。ああ、カナってあの、とぼけんなよてめえ。誤解だよてめえ。泉真一くんだよね。やだな、俺は俺だよ。うん、ただいま。飯は食べてきた。父さんはいらん。ご飯を作ってくれる人が急にいなくなった時とか。家政婦でも何でも雇いたいなら雇ってくれ。助かるか。内臓が潰れていて修復は不可能だ。10分以内に死ぬぞ。なんてことするの、信じられない。犬の形をした肉だ。違う、村野、やっぱり違うよ。俺今あの子に変なこと言ったの。私からすればね。ただ以前の君とはだいぶ違っているな。初めからこうしていれば村野にも嫌われずに済んだのに。新一、仲間が来た。いや、泉くんだね。お前は聞いていたイメージと違うね。島田秀夫、体育の時間が楽しみだよ。確か君のクラスと合同でやるんだよね。やればやるほど全身の操縦がうまくなる。君はもちろんこの学校にいる君の周囲の人間にも一切手出しはしない。僕は人間と同じ食事を続けている。半分以上は信じがたいな。ああそう。行くぞ新一。もしあいつが本気で人間との共存を考えてるとしたら、案外利口な解決策を。いつか化けの皮を剥いでやる。ちょっと何するの。少し話を聞くだけさ。お前何の真似だ。怖いな。目つきも危ないし。あいつの右手の反応がやけに弱かったが。泉が近くに来るとなぜかわかるの。それってあんまり良くないもんだと思う。だからもうそういう奴には近寄らない方がいいんだ。お前いつの間にそんなに強くなった。やはりお前にだけは話しておく。そうだ、母さんのことだ。俺はただ黙って聞いた。新一、なんだよ右、こんな時に。島田が今殺意を抱いている。止めに入るなら位置は指示するが。決まってるだろ。泉くん。泉、3メートルは飛んでる。行けよ、あとは俺が何とかする。そう、じゃあ任せよ。今日はこのまま帰ってくれ。それからさっきのやつには二度と手を出す。あんたに言ってるんだ。いい目をしているな。ほんの少し痛みを。帰るぞ。全員君たちがぶちのめしたんだろう。そんなことはしていない。行け、行けよ。おかしいよ泉くん、そんな言葉泉くんには似合わない。変わったかもしれない、だけど無理はしてない。ごめん、人違いでした。島田くんは本当に人を殺すの。まずいな。立川、泉どこ行くんだ。おい、大丈夫か。移動している。おかしい、意識が統一されていない。というより尻滅裂だ。ダメだ、表面が。攻撃体勢を保ったまま体。お前それ頭に何かぶってんだ。右、島田の位置を。やはり戦うの。それよりもまず村野のいる3組が心配だ。避ける。君は大丈夫のはずだ。落ち着いたかい。ああ、俺は村野を守る。そのためにあいつを倒す。遠くに2人、割と近くに3人、そして1匹。怪我は。村野。今なら平気だ、奴はいない。やだ。バカ。来た。大丈夫。彼女を頼みます。泉くん、もう心配や。俺たちは島田の正体を知っていた。でも何もせず放置した。俺たちにも責任があると思う。Thank you.
Thank you.